じゃあ早速呼んでいきますか。はい、あ、お願いします。ペンネーム、カブラキロコ。あ、カブラキさんね。本名で来たな。よく名前を間違えられます。カブラキはカブラギと読むのですが、既存の人気キャラクターなどの影響か、うん、カブラギと読む人が後を絶ちません。知り合ったばかりならまだしも、そこそこ長い付き合いのはずのスタッフさんにもカブラギさんと呼ばれることがあり、あー、自分にあまり興味ないのかなと悲しくなります。どうしたら名前を正しく覚えてもらえるのでしょうか。それか、どうしたら間違えられても気にしないでいられるメンタルを手に入れられますか。難しければお二人の好きな動物を教えてくださいということです。うわ、やばい、だいぶ言ってる。お前もしかしてカブラギロコって言ってた。だいぶ言ってるかも。うちも正直、うん、あのやっぱ読む前にちらっとね目を通して、あの、うん、あ、ちゃんとカブラキって読んでこのお便り読もうってなっちゃってたところあるかもしれない。カブラキ、カブラギ、難しいよな、ね、いやでも佐々木なんて間違えられやすいんじゃないの。佐々木、佐々木、佐々木、あー佐々木さん。いや誰が佐々木って呼ぶねん。でもなんかそれさ、一、うん、個のさ、なんだろう、ネタになりそうじゃない。ああ、ギです、みたいな。確かにね、それいいや、いいな。ギです。なんかめっちゃノーマンリアクションね、ツッコ。カブラギロコ、もう小島だよみたいな感じ。ギだよ。おいしい、おいしいかもしれないね。持ちネタにしよう。うわ、めっちゃいい。今度ね、トイボックスで、はい、あ、一緒になるの？そう、一緒になりますんでね。じゃあもう、でも結果それやってたら覚えられそうやんな、絶対。あ、まあ確かに、ね、覚えられそう。ね、解決やん、解決やん。これやってもらおう、カブラキで振ってくださいみたいな。言うもん、コラボ前とかに。うん、打ち合わせで。そう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 、あの自己紹介の時に、カブラギさんどうぞって、次カブラギさんって。やってもらっていいですか、してください。いいやん、ありやの、解決やわ。トイボックス楽しみやな。ねえ、おめでとうございます。いやー、そのキャラいいね。頑張ってな、カブラギ。頑張ってください。カブラギ、カブラギ、どっちかわからんなる。おいらとのプティ寝てるって。なんだなんだ。